どうもこんにちは。ここ最近ちょっと忙しかったり体調が良くなかったりで全然動画撮ってなくてさ、まあちょっと久しぶりに動画撮るから、もう景気づけに、あと今年の運勢を占うという意味でもちょっと一発サッと撮って楽に投稿できる動画にしようかなと思って、ルドやります。ルドをね、プレイ回数74回、はい、やっておりますね。100行きたいですね。いや、行きたい。ルド。いや、行きたいですね。行きたいです。あ、もちろん一人でやります。任せてください。勝ちます。まあ、サクッと買ってね。サクッと買ってですよ。まあ、この、しかもこのルドって見たらわかる通り、これ一人プレイでやるとね、CPU の動き早いんですよ。だからサクサク進んでいきます。あ、ちなみにまあ今更ルドーのルールがわからないという人もあんまいないかなと思うんですが、まあ一応簡単に説明しましょう。これは一方通行のスゴロクです。全員が同じ道を辿っていってぐるーっと、ここからスタートですね。僕は青色の駒なので、ここがスタートして、このままぐるーっと一周回ってきます。で、一周回ってくるとここにゴールがあります。自分の駒に、をこのゴールに4つとも入れてしまったら勝ちです。それだけです。で、サイコロを振った目だけ進めます。6が出た場合はもう1回進めます。というか、もう1回サイコロを振ることができます。今4が出たので、4だけを進むことができます。で、一方通行なので、必然的に、他の人の駒とぶつかります、いつか。ぶつかった時は、あ、今、後ろのね、黄色の駒がこう、わーっと後ろから来てますけれども、この駒がもしぐーっと来た時に、僕と同じ駒に止まった時、僕の駒は死んでスタート地点に戻されます。で、まあ、サイコロなんで結局何の目が出るかわからないと。いうその偶然性もあって、なかなかね、すごいみんな苦しんでますけれども、数字のね、サイコロで6を出すことができた場合、6進むか、もしくはスタート地点に駒を1個出すかを選ぶことができます。まあ、ここはちょっと出してみましょうか。で、もう一回振れるしね。6が出たんで、サイコロもう一回振れるんですよ。出しといて、おー、また6が出た。来てるね。もう一回振れます。これ無限に振れます。6が出るたんびにもうずっと振り続けれます。ガンガン進んでいきましょう。パス。でね、駒を出してない人は6を出すまでは、スタートすることすらできないわけですよ。ねえ、大変ですね。で、一つも駒がないときは3回振れます。で、この黄色がもし次、サイコロで1を出したら僕のここ、僕の駒と重なるので僕の駒は死にます。スタート地点に戻されますが、もし1よりも大きい数字を出してくれた場合は、僕を飛び越して去っていくんですけどね。お、全員出てきたね。で、おー、逆に僕を今追い越したので、こいつは逆に僕に追われる立場になったってわけやね。で、この駒動かしちゃうと、次ね、この緑のスタート地点、ここ、スタート地点の駒、マスか。スタート地点のマスにたどり着いちゃうのね。このマスって、緑が6を出した時に、駒が出現するマスやから、もし次緑が6を出したら僕ここにいたら死んじゃうんですよ。できるだけ敵のスタート地点は踏みたくないので、よいしょ、1個ずらしときましょう。さあ、いいね。まあ、これは。で、このゲームの勝ち方なんですけれども、徹底的に他の駒を潰せるときは絶対に潰します。他の駒を破壊できるとちょっと怖い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 。他の駒を取れそうとなった時は、もう絶対に、ああ、もうこれ、もうこれ、ああ、もう、はいはい、ありがとう、お疲れー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 、また来てねー。こんな感じで、他の駒を破壊するというのは、そのプレイヤーの手を遅らせるということなので、で、これね、まあ、今のはね、スタートしてちょっとしたとこやけど、これがゴール寸前とかで潰されたら、またスタート地点から一周回らなく、絶対にこの反時計回り。強制的に絶対このルートなんで、ゴール付近とかでやられるとね、めちゃくちゃ痛いんですよ。逆に同じやられるにしても、スタート地点、おお、すごい帰ってきた。スタート地点付近でやられる分には、まあまあって感じ。おお、ちょっと俺6めっちゃ出る。ごめんね、なんか。ごめんね、ごめんね、本当に。わざとじゃないんよ。サイコロがさ、
出ちゃうからさ。いや俺はそんな何も喧嘩しようとか思ってないのよ。でもサイコロの目がさ、ちょ怖い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 、なんか首筋に息が怖いな。怖いけどこれ動かしたところで次のターンでな、あの他の人が何の目出すかわからんから、んもう6マス以上離れてない限りはね、いつ死んでもおかしくないね。うわ、今引き殺されましたが、まあさっきも言った通り今の駒はスタートしてすぐの場所でやられたんで、まあそこまで痛くない。こいつがやられるのがきついですね。こいつはゴール目の前やから、こいつここでやられちゃうともうまたスタート地点からやり直しなんで、ちょっときついですね。なんで早くゴールしたいんですけど、早くゴールしたいんですけど、ちょっと僕こいつを早くゴールさせたいんですけど、入れない入れない入れない、早く早く早く、あ、よかったよかった、入った、入りました。このゴールに入った駒はもう絶対に安全です。あ、黄色がずっとやられ続けてるね、かわいそうだね。で僕なんですけど、ここ3回振ることができません。なぜかというと、あのゴールに入った駒が中途半端に2マススペースがあるからです。この2、おオッケーオッケー、あの6出したら問題ない。6を出したら新しい駒を生成できるのでね。でもし今6が出てなくて3とか4が出てた場合、あのパスになってました。なぜかというとこいつがあと2マス進めるよねって扱いなんですよね。こいつがあと2マス進めるんだからサイコロ3回は振れないよね。動かせる駒がいるんだからダメだよってことです。で動かせる駒がある以上、そいつを先に動かしてねって扱いになるので、あの隙を見て2を、サイコロの2が出たらこいつをゴールの一番奥まで押し込みたい。こいつを一番奥まで押し込んだらもうこれ以上動かせる駒がないっていうことで、あのまず駒がなくなった時に3回振れます。今はまだ動かせる駒があるという扱いなので、ちょ、なんかすごい来たんですけど、なんか黄色い人がすっごい足早い。何ちょっと、いや、無理やな。嫌やわ。顔がちょっと苦手やな。勢いもちょっと。ああ、おかげそうそう、ゆっくりしていきなさいな。お、俺、ちょっとなんか出目でかくないですか、僕。ごめん、ちょっとルドずっとやってるからさ、ルドばっかやっててさ、ずっと一人プレイやってるんですよ。この時は、こいつを動かすのはさっきも言ったけど、6が出てしまうと、緑が6を出すと僕は死ぬ可能性があるので、こいつを動かしてみましょう。ゴールに入った駒が、少しでも目の前に隙間があるときは優先してそいつを奥に詰めて隙間がない状態にするというのはすごく大事です。で、今ね、僕のスタート地点に緑がいたので、僕が6出した場合、こいつをここに出すことによってこいつを倒すことができたんですが、残念ながら6は出ませんでした。危ない、怖い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 、俺の背後に立つな、ほんまに。俺の前に出ちゃったからね。ずいぶん苔むしてるカラーリングだね、君。どうしたの？これね、今順調にこいつが進んでんのはいいんやけどさ、こいつを早くゴールに追い込みたいよな。赤色も。赤色、今、何ですか？何ですか？こんにちは。どうしたんですか？あ、そこ、でもね、あ、オッケー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 、黄色は、ここがゴールやねん。ここがゴールやから、この後、ここに曲がるので、ここまでは来ないんですよ。だから僕はここまで逃げれば安全地帯です。ふぅ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。ああ、びっくりした。ふぅ、今、ピンク色がパスになったね。今、ピンク色がパスになったのは、ピンク色があとここに2マス空きがあるからです。この駒動かせるよね。だからダメだよってことです。さて、僕を狙う悪しき存在はいないですね。おっと。緑ずっと、かわいそうや。黄色と緑がちょっとかわいそうやね。ああ、いいよ。今、黄色もね、今5が出ちゃったから、1、2、3、4で5なんでゴールできずでパスですね。で、僕もちょっと今これ入っちゃったんですよ、ついに。ついに入っちゃったので、よく、うわ、どんだけ来んの、お前。おー、なんや、殺し合い。黄色かわいそう黄色ゴール目の前で殺されたな。また1からです。かわいそうで、僕もちょっと大変で、
1、2、3か6か1。まあ、だから2分の1の確率で動ける。3か6か1。ダメです。3か6か1じゃないと、黄色が何もできてない。かわいそう。おい、黄色かわいそうやろ。やめたれよ。あ、俺も動かない。なんか俺、全然動かないんだけど。3か6か1。3か6か1。3か6か、おお、黄色の恨みがすごい。3か6か1。3か6か1。3か6か1がいいです。3か6か1 6 くそが何か読んでんねん、何か読んでんねん。もうはいはいはい、ふう、オッケーオッケーオッケー。でおー、ちょっと待って、ちょっと待って、これ黄色殺したくない、かわいそうやからっていうのもあるんやけど、黄色を殺すために前に出てしまうと緑の前に出ちゃうからさ、緑が 1,2,3,4 か、緑が4を出してしまうと僕が出たばっかりの駒すぐ死んじゃう。ちょ、黄色のあの赤毛の彼が何をしたと。なんかもう黄色復活早っ。怖い、人を殺そうとしてる、人を殺そうとしてる目や。ちょ、俺逃げるわ、ごめん。ちょっと怖すぎ。いやいや。あ、で、ここで3が出たんで、こいつを動かすことによって、はい、綺麗に詰まりましたね。ふぅ、うわ、ピンク出てきた。怖い。なんか、何度も殺されてる連中の、やっぱ顔が違うわ。顔つきが違うねん、普通と人と。怖い。死が、なんか死が隣、なんか俺全然死んでなくない今日。死が隣り合わせの環境で生きてきた奴らって、やっぱりなんか違うんよな。黄色、なんか足速くないですか？こんにちは。どうしたんですか？確定申告とか終わりました？怖い。何も言わずに追ってくる。俺のこと何も言わずに追ってくる。怖いなぁ。日本ですからね、ここ。法治国家ですから。ね、やめましょう、本当に。あのね、ほんまに。ちょっと待って、黄色のゴールが見えた。よし。赤も2ゴールか。ブーひ、なに、なに、早い。そして黄色がゴールできない。ちょっと待って、嫌や。ここで3で、ここで黄色のスタート地点行ったら、絶対黄色出てくるやん。あいつもう5回ぐらい連続で即生まれしてるよ。え、こっから黄色がさ、3回振って6、1回も出せへん確率何パーやと思う？俺0やと思う。無理。ああ、なんか違うやつに殺された。そして、やっぱり死ぬやん。やっぱりそうじゃん。やと思ったわ。パス。やめとけって。何こいつ？いや、こいつおい。やろうってのか、やべえ、でね。俺さ、ほんまに、なんとなく人殺してんねん、今まで。なんとなくで生きてきてんよ、ほんまに。殺人とかやったことないねん。ぬるーい世界で生きてきたから。やっぱ人を殺すときに躊躇ないやん、もう他の人ら。地獄を散々見てきてるからさ。俺はなんか、やった方がええらしいな。マニュアルを。ルルブ見ながら人殺してるから。そんな、なんか、ほんま、この国ではこうした方がええらしいぐらいの感じでやってるからさ。なんか、いざという時に決意できへんわ。人、ここでやっといた方がええのに、みたいな場面で、なんかやっぱ出えへんな、剣が。と、黄色はゴールさせてほしいな。もう、俺自分の勝ちどうでもよくなってきたわ。黄色が勝ってほしい。黄色さ。な、俺殺したくないんやけど。ごめんな、ほんま。ほんまごめんな。なんやろ、彼。彼前世で何をしたんや。え、こんなにゴールできへんことあるか？だってあいつ以外全員2ゴール、ああ、ほらもう。お前がそのピンクを殺したことによってピンクがここに戻ってきたら俺が危ない。あ、でもピンクやれよ。ここで一マス空いてるから1出せへん限り。1か6出せへん限りやな。6出せば、まあ、生まれるけど。お、綺麗に詰めたね。詰めたから次のターンから3。いいよ、うん、いいよ。気にせんといて。
何しやがると思ってバッて振り向いたら、そこにもう鬼の形相の黄色が立ってて、黄色、黄色逃げろ、黄色早く逃げろ、緑の魔の手から緑が来る、早く逃げて、よしよし、俺がこいつを倒す、俺がこいつを、くそ、すまねえ黄色、逃げてくれ、黄色早く逃げてくれ、なんとか、ちょっと俺がこの緑を、あーダメだ、届かねえ、くそ、くそいや俺は緑を追う、止めてあげなきゃ、黄色逃げろ早く、俺がおお、ぐぐ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 、まず先行してる駒を進めて、ゴーじゃダメだな、よしよしよし、大丈夫ですよ黄色、まっすぐ逃げろ、振り返るな、おお危ない、オッケーオッケー、黄色を追う者はいなくなったな、よしよし、安心した、はあすごい、なんか今心穏やかやわ、黄色ついにこれゴールできるんじゃん、だってもう黄色を止めるものってなくない、緑はここでゴールに入るし、っていうかちょっと待って、これ緑めっちゃこのまま抜かれるやん俺、やば、ちょっと待って、普通にやべえ、緑強んない、緑つ、あ、オッケーオッケーオッケー、俺もゴールデッキ、ちょっと待って、黄色の後ろに緑いるな、まさかな、まさか、そんな大丈夫やろパス、お前人の心ないんか、メガネお前、お前し、もう喋らなくなっちゃったやん黄色い子、ああちょっとピンクの前に出たくないけど、俺も動かせる子もこれしかないんよ、おお怖い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 、早く行ってくれ、早くずーっとうつむいて歩いてる中、あれオッケー、ピンク色はここまで来ないんで僕は安全状態ですねもうええよ、もうええわ、うん、そういう星に生まれてんねやろ、あ黄色くん、黄色くん、よかったらその緑止めてくれへんか、君恨みあるよな、緑にあるよな、よしよし、ええぞ、黄色いけ、黄色いけ、黄色、お前は誰を勝たすか選ばすことができる、うわぁ、こいつ逃げる、うわぁ、なにこいつ、早い、くそー、悪が栄えるのか、でもこれぴったりゴールなんで、目がね、ちょうどの数字出ないとダメなんですよ、だから1、2、3、3ですね、ちょうど3が出ないと緑はゴールできない、まあもちろん2でも1でも進めるけど、ちょうどぴったりここにはまる数字じゃないと緑はゴールできません。だからまだここですごいうまく数字が出なくて、ここでまごまごする可能性があるから、俺がまだゴールに向かう時間もある、黄色頑張れ、パス、黄色頑張れ、よしよしよし、いいぞこんな感じでパスを繰り返して、黄色、緑を追え、お前の恨みここで晴らすんや、俺はこの隙に走る、くそ、頼む、うわあ悪が栄えてしまった、くそ、すまねえ、俺には何もでき、あ俺2位じゃん、え、あいつ、あ俺単独2位やと思った、同率2位じゃん、あそっか、コネクト4、なんかちょっと消化不良なんで一個だけゲームやっていいですか、すいません、コネクト4というゲームで、まあ五目並べってあるじゃないですか、自分の駒を縦横斜めに5つ並べたら勝ちみたいなやつ、あれの4つ版なんですよ、4つ版縦横斜めに4つ自分の駒を並べれば勝ちなんですけど、このゲームね、落としていくんです、上から横に縦列がこういっぱい並んでて、自分のやつをこうスッと落としていく関係上、好きなところに配置できないんですよね。でまあ僕このゲームね、めちゃくちゃ強いんで任せてください。まあ、そもそも僕五目並べとかもかなりイケてるんですけど、まあこれこうするでしょ、まああとは一手ですよ、ああね、こう邪悪、相手邪悪ですね、相手がちょっと邪悪すぎて失敗しましたけども、まあ要はこういうことですよ、こんな感じで、こう自分のやつは妨害しつつ、違う、相手の
完成を妨害しつつみたいな、自分の駒を4つ並べていこうねみたいな。なやこいつ腹立つな。俺の作戦を邪魔すんじゃねえよ。ちなみに難易度は一番強いにしてありますが、まあ別に大したことないんじゃないでしょうかね。なんやこいつさっから、何してくれてんねん。もう俺も邪魔するしかないな。まあすごい単純やけれども、なんていうかいいゲームですよね、うん、こうやっぱ常に、あ、わかるよお前の考えてること、ここでこの4つをね作ろうと。アホかお前、わかるっちゅうねん俺そういうの。え、何その、おいおい諦めたんかよ勝負をよ。そんなことじゃいつまで経っても俺に勝つのは、おお、甘い。よし、寝よ。ありがとうございました。みんなも寝た方がいいよ。